はい、えー、では本日は絵本読み聞かせ講師でご活躍の上高智子さんにインタビューをさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、えー、では早速ですけれども、えー、今活動されていてですね、はい、えどのような夢やビジョンを持たれてえご活動されているかをお聞かせください。はい、はい、あのこのねご質問がすごい困ってしまって。 なんかあれ私なんだろう夢ってすごく考えて結構何日もずっと考えてたんですね。うんはい、で、えっと、それでふとあの私がその絵本の講師になった当時に思い描いてた夢があってそれがあの出会えてよかったと言ってもらえる絵本講師になるっていう夢を描いていたなっていうことを思い出して。 それで実はもうその夢っていうのは叶ってるんですよ。うん、たまにたまにですけど会えてよかったって言ってもらうことがあって、はい、なのであでも叶っちゃってるともう夢って言っちゃダメかなっていうふうにも考えたんですね。うんうん、そしたらこの間あのブルーハーツの河本宏さん 河本ヒロトさんが、はい、あの、テレビに出てて。河、うん、本ヒロトさんって、わかります。ブルーハートわ、ね、かります。<laughs> そのね、あの、河本ヒロトさんが、うん、あの、ね、こんなふうに言ってたんですよ。えっと、自分は、その十代の頃、バンドをやりたいという夢があったと。で、うん、バンドを始めた瞬間に、その夢は叶っていると。うん、で、今もバンドをやってるから、ずっと夢が叶ってる。 っていうようなことを言っていてお、はい、おと思ってってことは私もこの夢を叶い続けさせればいいんだって思ってじゃあ私の夢はやっぱり出会って良かったと言ってもらえる絵本読み聞かせ講師になる、うん、これだって思いましたなるほどですねはいはいすごい、はい、いいことを教えてもらいましたありがとうございます、まあ、私もすごいいいこと聞いたと思って<ー>こ,こん 見てた人は知ってるかもしれないけど、うん、いんまだと思いました。はいあ、ありがとうございます。うん、はい、えー、ではですね。そちらの、うん、まあ、夢ビジョンもすでに叶っている夢。うん、これからも叶い続ける夢をですね。ええと具現化するために、うんえー、どんな目標や計画を立てていらっしゃるかお聞かせください、うん。はい、えっと。私はあのその絵本、今自分のことを絵本読み聞かせ。講師という風うな肩書きをつけて。あの。はい 言ってるんですけどあの、まあ、主にやっているのはその子育て中のお母さんたちに、うん、子育てに絵本を取り入れるとすごく楽しいですよっていうことをお伝えする絵本講座っていうのをやってるんですね。うん、であの、まあ、目標としてはあの絵,本、まあ、絵本講師になって10年目なんですね。うんはい、10年、まあ、続けてきてきなんだろう 今まではその主に子育て中のお母さんたちにメインでお伝えしてきたんですけれど、うん、あのもちろんそれは引き続きやりつつこの先あの目標としてはその保育園の保育士さん向けの研修とか、うんうん、それから中学生とか高校生とか。 大学生とかのその思春期というか、うん、大人になる途中の方々にその絵本のある生活っていうのの話をできるチャンスが欲しいなとか、うんうん、あとは、まあ、図書館の司書さんに向けての,あの研修とかそういったようなことをできたらいいなっていうのが私の、まあ、目標というかです。かなり今お伺いしただけでも、こう いろんなな人に伝えるることができんか言われてみればああ確かにと思うんですよねうちも保育所に子供娘をですね預けていて必ず絵本をね毎日先生が読み聞かせをしてくださってたっていうのがあるので先生向けにそういう活動されるのもそうだし本当たくさんの方々に知っていただける講座ですよね。そそうううううななんんでですいに思かってと 子育て中のお母さんたちに一番読んでもらいたいんですよ、我が子に。うんうん、我が子にあの絵本を読むっていうのをやってもらいたいっていうのが私は一番思ってることなんですけど、うんうん、だけどやっぱり忙しいし、あの現役のお母さんたちは忙しいし、それどころじゃないしみたいな気持ちもすごくわかるんですね。 実際、私自身もそうだったので、はい、なので、あの、まあ、私が絵本講座やりますって言うと。来てくれるお母さんは、もう絵本読んでるお母さんなんですよ。ああ、なるほど。うん。で,うん、で、読んでないお母さんには出会えないんですよ、なかなか。<ー>うん。なので、あのー、まあ、もちろん本当は読んでないお母さんが、あ、読んでみようって思ってもらえるような。うんうん ことができたら本当は一番私もいいんでですけど、うん、でもそうすると、まあ、読んでもらってないお子さんが絵本に出会うチャンスって言ったらやっぱそこに所属してる保育園の保育士さんとかに読んでもらうっていうのがその子が唯一絵本に出会えるチャンスだって思った時に、うん、やっぱり保育士さんたちにその絵本を読むっていうことについてなんかもうちょっとキラッとした意識を持ってやってもらえたらすごくいいなと思ってあのー、はい。 あのそういった方向にもちょっと私の方の力をこう注いでいきたいなと思ってるんですけど。そうですね。いや読むのって私思うんですよ。意識本当今ねキラッと意識変化そういうのやっぱで意識で全然違う。伝わるものが全然違う。全然違うい全然違う。そうめんどくさいなと思いながら読むか、ただこれ面白いと思いながら読むのは全然違います。うですよね。 せっかく読むならあめんどくさいなこんなのまた何回も何回も何回も読んだじゃんって思いながら読むよりやだこれまた読むのやだなんでそんなに面白がれるのかしらとか思いながら面白がりながらえここでそういう反応するみたいなのを面白がりながら周りの大人がねそういう読んでやってるじゃなくて。 面白いいいいで発見っていうのっ、ね、っぱい転がってるんですよ絵本周りで、うん。なのでそういうのを見つけながらあのえ読み聞かせをするっていうことをちょっとなんか楽しんでもらえたらいいなと思ってるんですけど。はい、素敵ですすありがとうございます、はいえー、ではその目標や計画に対してですね現在どのような活動指針を持ってどのような活動をされていらっしゃいますかね。はいはいあのー、私 あの本当のこと言うとあのすごく人前で話すの苦手なんですよ。うん、<laughs> 苦手っていうか講師とか言っておきながら人前で話すのすごい苦手で、うん、できれば人の前に立ちたくないし初めての人と話すのもすごい苦手だし、うん、でそれでだからあのなんていうのかな 結構頑張ってるんですね。この人前に立ってあのその絵本講師とか絵本講座ってやるのすんごい頑張ってるんですね。<laughs> 得意じゃないことなのでなんですけど、えー、苦手なのにだけどやりたいっていうそれはやっぱり、あのー、なんだろうやっぱりこれ知らないともったいないよねって思いがすごく強くて。で えっと、私がその活動指針としているのはあの指針っていうか大事にしていることは綺麗事を言わないっていうこととあと自分の直感を信じるっていうことととにかく目の前の人を喜ばせるっていうこととあと自分が居心地のいい場所にとどまらないっていうこと。 うん、あの、まあ、具体的に言うとえの絵本を読んでる人の前で話するのってすごい居心地がいいんですよ。うんうんって言いながら聞いてくれるんでだけど読んでない人の前で話すのはものすごくアウェイなんですね。うん、何言ってんのみたいな感じのアウェイの場でもあの嫌がらずにというか何て言うの。うん そこを避けて通らずに、うん、あのアウェイの場にあえて身を投じていくみたいなこともするとか。うん、うん、まあ活動指針としては、そんな感じですかね。これ活動指針って言うんですかね。まあ、<あ>自分が大事に思っていること。をそ,、ね、そ,そうです、そうです。はい。はい。はい、いや、すごい意志の強さを感じました。 いやそんなだってアウェイのところでもそ意思がないとね、うん、それをやっぱり伝えていく本当に、うん、そ,そんなこんな今偉そうに言いましたけどめっちゃ心折れるんですよ<ー>実際ね実際あ、うん、聞いてもらえなかったってすごく心折れるんです、うんうん、なんですけどあのやっぱりそのね少しでもたった一人でも、うん、あ私も読んでみようかなって思ってくれる人がいたら。 いいなと思って、うんあのそういう場にどんどん頑張って折れながらも行こうと思っています。はい。うん、わあすごい応援したくなります、うん、本当に応援しますしいはい <laughs> ありがとうございます。<laughs> こ <laughs> こちらこそ、はははい。いい、うん、ありがとうございます。うんはい、では4つ目の質問なんですけれども、うんえー、そもそもその夢やビジョンを持った、うんえー、きっかけっていうのを教えていただきたいんですね、えー、そこにはどのような発見や出会いがあったのかお聞かせください。うんうん、あの私今まあ絵本を読み聞かせ講師っていうことで活動しているんですけど実は自分自身が絵本を全く読まないお母さんだったんですね。うん、はい。 で別にそれで何も困ってなかったし何て言うか必要性を感じていなかったんですけども、うん、でっていうかそもそも読む時間もなく余裕もなくっていう感じだったんですね。ずっととフルタイムでで、地方公務員としてて働いていたの,であの 子供が生まれて1歳の誕生日に復帰してもう毎日綱渡りだったんですよもう生きていくだけで必死みたいな感じだったんですねで、2人目の子供ああ私子供3人いるんですけど真ん中の子の育児休暇中にその保育園のママともに公民館で本の話あるから聞きに行かないみたいに誘われたんですよねそれでなんかわかんないけど暇だから行ってみようみたいなぐらいの感じで 生後5ヶ月の子供を連れて行ったわけですね、うん、で当時の私はこんな5ヶ月の赤ん坊に絵本なんかわかるわけがないと思っていたし、うんうん、別に何も興味もないけど暇だからぐらいの感じで行ったんですね、うん、そしたらそこであの、まあ、あの今考えたら私みたいな人ですよね私みたいな人が読んでくれたんですよ絵本を、うんうん、そしたらこの抱っこしていた生後5ヶ月の我が子が ものすごく喜んだんですね体もうここにいてね分かったんですよすごいこの子が喜んでいるっていうのがうもう身を乗り出さんばかりによだれをだらだら垂らしてもうすごい喜んだんですねその姿を見て私すごいびっくりしちゃったんですよこんなちちゃい赤ちゃんが、うん あの絵本をこんなに喜ぶんだって思って、うん、で言ったらなんですけども本当に往復ビンタをパーンパーンパーンってされるぐらいの衝撃でっ、うん、って面白いと思ったんですねそれでもう今まで全然絵本なんか読んでなかった私がパタッと手のひらをくるっと返すように絵本を読むお母さんやろうと思ったんですよ。理由は面白かったからこの我が子がこんなに喜ぶのが面白かったから。うんうんうん それでそれが私の,その子供に絵本を読むことの面白さに最初に出会ったきっかけですそっから読むことを始めたっていうのが、うん、まあ出会い最初の出会いでしたうん、うん、はいそうなんですね、えー、じゃあ、うん、まあい5つ目の質問はですねその今の発見された、うん、その往復 ピンとパンパンパンぐらいのその,衝撃の出会いですよねその背景さらにその背景には何があったのかっていうことなんですけど、まあ、あの例えば私今お伺いしてと思ったんですけどそのあ絵本を読み聞かせるお母さんになろうって思うでもそこからさらに上皇さんそれをお仕事にまでされてるのでやっぱり何か。 もっとこう何かそのさっきの意志の強さですよね伝えたいと思うような何かがそこにはあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどその辺りはいかがですかね、はい、まああの、まあ、ぶっちゃけぶっちゃけっていいのかなここであの私ねえっと子供のことを可愛いいと思えない時があったんですよ。う 例えばですけど、うん、その理由も分からずに何時間でも泣き怒り泣き続けるとか、うんうん、で私はもうフルタイムで仕事してるからそれをされても「どうしたの?」とか、ねうんこう「何があったの?」とか優しく言えなくてで自分もこう常に寝不足だったり仕事に追われてたり家の中ひっちゃかめっちゃかだったりして。 余裕がないからそういうんううでり泣いてるかわからない子供に対してこう怒り続けちゃったりとか、うん、そういうことがあってでそうやって怒った自分をこう何て言うかなんであんな怒っちゃったんだろうって反省したりとかそんな風にすごく、まあ、うまく子育てができ,できない時期があって。 で、まあうまく子育てができないとか正解とか。私未だに実はわからないんですけど、うん、そ,そんな時にその出会った絵本を読むっていう時間が私にとってどういう時間だったかっていうと。絵本読んでる時間だけは少なくとも起こらないでいられる自分だったんですよ。絵本って起こりながら読めないんですよね。うんだから1日のうちにたった。1分でもたった。2分でも。 怒らない自分でいられたっていうのが実は子供のために読んでいるようでいて実は自分自身がすごく救われてたんだなってことに後になって気づいたんですよそれで私みたいに思っているお母さんがもしかしたらいるかもしれないなって思ったら。 私の体験したことがちょっとでも役に立ったらいいなと思ってそれでまあ別に絵本じゃなくても全然いいと思うんですけど私の場合は絵本が楽だったんですよね開いて読めばいいだけだから他のことでも別にいいと思うんですけどでも絵本の場合は私私でもできた、うん、私でもできたからもし今 辛い、辛いというか、うん、しんどいなって思ってるお母さんがいたら、うん、絵本を味方につけたらいいんじゃないかなってそれをやっぱり、うん、お伝えしたいってすごく思って、うん、それであの公務員は辞めて、うん、こっちを仕事にしようって思って活動しています。はいうん、まちょっと <laughs> いや私ですね今のジョーコさんこんなことぶっちゃけちゃっていいのかしらってお話をし始めてくださったんですけど、うん、もうなんかそのまんま自分のことを聞いてるような、うんうん、なんかやっぱりですね、うん、まあ私一人もねそういうタイプの親なんていうのはやっぱりこう自分のことでいっぱいいっぱいになっちゃって、うんうん、子供にね笑顔で接する時間が少なくなっちゃって、うんうん、でも確かに。 言われてみたら絵本を読むきは怒って読めないっていうねそれ確かにって思いました私も本当にいやそうだなってだからもうたくさんそんな同じような思い抱えてるお母さんたちいっぱい世の中にいると思うんですよねだからやっぱりそういう背景があっての今のご活動につながってらっしゃるっていうのがすごく伝わってきてはい。 もう、涙をこらえるのが本当に、本当に、自分ちょっと、はい、感動しました。ありがとうございます。えー、はい。えっ、ー、と、インタビューの質問はあのー、こちらで終わりになるんですけど、えっ、ー、と、上皇さんの方から、はい、あのこちらの動画を見られる、うん、見てる方にですね、あのー、何か一言、メッセージがありましたら、うん、はい。よろしければ、最後にはい、お待ください。はい えっと、私あの全国各地あ,のあちこちで呼んでもらって、まあ、今みたいな子育て中のお母さんに向けての絵本講座ですとかあの読み聞かせボランティアさん向けの講座ですとかあと働くお母さんに特化したあの絵本講座とかあとお父さんに特化した絵本講座。うん とか、おもつ替えの次は絵本に挑戦みたいな感じの内容で、<laughs> あのお父さん向けにやったりとか、いろいろあのやってますので、もしあのお声かけいただけたらあの嬉しいです。はい。あとあのそう保育士さん向けの研修とか、うんうん、あの師匠さん向けの研修とかそういったところで、もうちょっとねあのそうすると出会う幅が広がるので。うんうん そういうところでもお声かけいただけましたらあの本音であの綺麗、はい、ごとではなく本音であの私のオリジナルでお伝えしますのでどうぞよろしくお願いしますはいいや、はい、本当にとたくさんの方にね知ってもらいたいと思います、うん、はい、はいえー、本日ははい大変あの基調のお話をありがとうございましたこちらこそありがとうございました、はいはい、ありがとうございます。 はい、いではインタビューは終了いたします。ありがとうございました